2022年9月、加藤綾子さんはご自身が出演するフジテレビ系夕方ニュース、ライブニュースイットにて9月末をもって同番組を降板することを発表されました。私事ですが、1年前に結婚いたしまして、家族と一緒に過ごす時間を大切にしたいと思い、番組を降板させていただくことを決意しました。これからのご予定などはもうお決まりなんですか？はい、しばらくはお仕事の方はセーブして、空いた時間を休養と家族と過ごす時間に当てようと思っています。続いては全国のお天気です。三井さん、ガチャピン。何が番組を降板させていただくことを決意しただっつーの。あんたたちが私をクビにしたくせに。番組内でのコメントでは、自らの意思で降板することを強調した加藤さんでしたが、実際には局側からの働きかけによって、番組の降板とその後の休養が決まったという噂があります。ではなぜ、富士の看板アナウンサーだった加藤さんが、出場の引退を迫られることになってしまったのでしょうか。ハートパンティや局アナ時代にはアイドル的人気があったことで有名なアナウンサーだよな。2016年にフリー転身された後もフリーアナウンサー四天王なんて呼ばれて絶大な人気を誇っておられましたね。でもさ、なんでそんなカトパンが事実上の引退を迫られたなんて言われてるんだ？そうですね、その背景には色々と絡み合った思惑やドロドロとした人間関係が隠されているという噂です。今日はその噂について詳しく教えてくれるってわけだな。よし、それじゃあ早速解説を頼むぜ。はい、わかりました。近年スマホやパソコンの普及により若者を中心としたテレビ離れが起きていることは公然の事実。しかしその中でも特に視聴者離れが激しいのが加藤さんが2016年4月まで席を置いていたフジテレビでした。また視聴率が下がってるよ。こりゃこの番組もテコ入ればったなしだな。テコ入れで済めばいいけどな。確か番組の大改編が控えてるって噂だぜ。この番組そろそろ終わるかもしれないんだ。私が入った頃はゴールデンタイムの視聴率なんて1位を取って当たり前なんて言われてたのに、フジテレビもいよいよ落ち目だな。加藤さんがフリーに転向する少し前の2014年頃、フジテレビは主要局のゴールデンタイムの年度視聴率においてテレ東に次ぐワースト2位にまで転落。視聴率の低下は同時にスポンサー離れにもつながり、スポンサー料が減少したせいで番組制作にお金をかけられないという現在まで続く悪循環に陥り始めてしまいました。フジテレビがそこまで凋落した理由は何だったんだろうな。考えられる理由はいろいろありますね。異常なまでの警告をして県警家たちの反感を買ったとか、やらせなどが多く放送倫理に反する番組を連発していただとか、オリジナリティのある番組を作れなくなったとか。そういえば近年のフジはどっかで見たような番組ばっか垂れ流ししてるよな。バラエティ番組もうちわ乗りばっかでなんか寒いし。そしてフジテレビのゴールデンタイムの視聴率がワースト2位にまで低下してしまってから2年後の2016年頃、加藤さんは今後の人生を左右する大きな決断をします。フジテレビを退職する？どうして？私ももう30歳を超えましたし、この機会に新たなことにチャレンジしてみようかと。理由なんて決まってるじゃん。こんな落ち目の局に至って何の得もないからだよ。困るよ。今うちの局がどんな状況なのかくらい分かってるだろう。大丈夫ですよ。フリーになった後もフジテレビさんとはいいお付き合いをさせていただくつもりですから。高額なギャラでね。加藤さんはあくまでも会社員ですから、会社を辞める辞めないは本人の自由です。しかし、そんな加藤さんの配信行為とも言える行動をフジテレビの上層部が笑って受け入れるはずもなく。加藤がうちを辞めるだと？本人の決意も固いようで、許せん。このままで済むと思うなよ、あの女。ですが、今や加藤くんは当局の看板アナウンサーです。彼女を敵に回すことは当局にとってもマイナスでは。心配するな。加藤に人気があるうちは使ってやるさ。人気があるうちはね。一説には加藤さんはフジテレビが最も大変な時期にフリーアナウンサーへの転向を表明したことでフジテレビ上層部の恨みを買うことになったと言われています。そしてこのことが後のカトパン引退騒動へとつながっていくことに。どっかの週刊誌で見たけど、フジテレビは数あるキー局の中でも特にフリーアナウンサー潰しがひどいって噂らしいな。フジテレビだけが特別かどうかは分かりませんが、アナウンサー業界にはフリー転向後はしばらく他局の番組には出ないという暗黙のルールがあって、これを破ると仕事を干されたりテレビ局側から務所への圧力がかかったりすることもあるようです。角パンはそのルールを破ったの？ねえ、彼女はフリー転校後すぐに日テレのしゃべくりセブンに出演されています。もしかするとその件でフジテレビ上層部の怒りを買ったことも後の引退騒動に影響を与えているのかもしれません。加藤さんは2022年9月にメインキャスターを務められていた「イット!」を降板されていますが、実はその半年前の3月にもとある人気番組からの突然の降板を発表されています。はあ、加藤ほんまでっか TV から降ろしたい？実は上からの直々のお達しでして。何言うてねえ。加藤はお笑いのこともよう分かってるし、他にあの癖のある先生たちをまとめられるやつはおらへん。俺は加藤の降板にはハードや。まあ言ったな。加藤パンに降板してもらわないと次は俺の身まで危うくなっちゃうよ。え、加藤パンをほんまでっかから降ろす？ああ、あいつも今年で35だし、女子アナとしての賞味期限は切れてるだろう。ですが彼女はさんまさんのお気に入りで、ああ、そのことはもちろん知ってるよ。でも何の問題もない。さんまくんに反対されたらこの写真を見せろ。そうすればきっと彼も初手を挙げて賛成してくれるはずさ。おい、聞いてんのか？加藤は絶対に降ろさせへんで。もちろん聞いてますよ。この写真を見せて例のセリフを囁くんだったな。さんまさん、これ。ああ、なんやそれ。次のアシスタントに内定している女子アナの写真です。きっとさんまさんも気に入っていただけるかと。ああ、そんなもん見せられたかて俺の考えはそう簡単に。やん、気に入っていただけましたか？実は俺、加藤のこと昔から狙っててんけどな。俺に断りもなく結婚しようとし、もうええわ、加藤をほんまでっかから降ろすんやろ。俺は全然かまへんで。よかったー、納得してくれたみたい。一部週刊誌などでは、加藤さんがほんまでっか TV を降板したのは、裏でさんまさんがクビにさせるよう手を回したからだという噂があります。もちろんこれはただの噂ですので、信憑性を保証できるようなものではありませんが。そういえば加藤パンって一時期、さんま殿の熱愛が噂されてたっけ？個人的には信憑性は低いと思いますけどね。さんまの名前を出しとけば売れるだろうっていう週刊誌の奥が見え見えで。でもさ、もし熱愛報道が本当の話だとしたら、カトパンの結婚報道に怒ってさんまがカトパンをクビにしたってこともあり得るんじゃね？一部の週刊誌やネットニュースにそういった内容の記事もありましたが、さすがにそれはないと思いますよ。なんでそう言い切れんの？さんまさんも昔ほどは視聴率を取れなくなっていますし、たとえさんまさんとはいえスポンサーの意向を無視して出演者の降板を決定できるほどの力があるようには思えません。そっか、カトパンの降板はさんまの怒りを買ったわけじゃなく、スポンサーの意向だって可能性の方がはるかに高いのか。でもどうしてスポンサーはカトパンを下ろそうなんて考えたんだ？加藤さんは目覚ましテレビの2012年から16年頃まで好きな女性アナウンサーランキングで上位常連となるほどの高いお茶の間の人気を誇っていました。カトパンさん、いいよね、あの子、清潔感があって。一番好きな穴、やっぱりカトパンかな。清楚だし胸が大きいし、美人だし胸が大きいし、何より胸が大きいしね。加藤さんは嫌味がないところがいいですね。同じ女性として共感ができるっていうか。ですがそれが2013年現在になると、カトパン嫌いだわ、派手だし下品だし、自分をスーパーモデルとでも勘違いしてるんじゃない？一番嫌いな女子やな。そりゃ当然カトパンだよ。胸が大きいからって何しても許されると思ってんじゃねえよって感じ。嫌味で横柄なところが嫌い。同じ女性として恥ずかしい。2020年に行われた好きな女性アナウンサーランキングでは、加藤さんは初めてのランキング圏外に。そしてその2年後の2020年には嫌いな女性アナウンサーランキングでワースト1位を獲得してしまうほどその人気は落ちぶれてしまいました。ではなぜ加藤さんはたった4年間の間でそれほどまでに人気が低下してしまったのでしょう。実はその原因は彼女のテレビの中での行動にあります。加藤は何カップやったっけ？ T カップ。この人本当に元アナウンサー？まあ私品がない。女の武器使いまくってるのが無理。そこまでしてテレビに出たいの？昔は清楚で可愛かったのにな。ああ、幻滅。加藤さん、EXILE の直人さんとの交際は順調ですか？ご想像にお任せします。最悪、直人まで食い上がったよこいつ。これで何人目のスキャンダル？もしかして売名？こんな尻軽に世の中がどうとか言われてもな。もうアナウンサーやめれば？彼女は局アナ時代からアナウンサー界における恋愛スキャンダル女王であり、さらにフリーになってからは品性を疑われるような言動が多くなったと言われています。そういった負のイメージが積もり重なってファン離れを起こしたことも、彼女が芸能界から事実上の引退状態に追い込まれてしまった一つの原因と言えそうです。スポンサーとしては加藤さんのイメージの良さにお金を払ってるわけですから、視聴者からの印象が悪くなった今、高額なギャラを払って雇い続けるうまみもないんです。アナウンサーなんて特にイメージが大切な小企業だしな、両者に嫌われちまったらどうにもなんねえってわけか。でもカトパンがもらってるギャラって具体的にいくらくらいなんだろう。加藤さんが出演する番組を次々と降板させられた裏には、彼女の高すぎるギャラをフジテレビが賄えなくなったことが原因とも言われています。この頃ずっと苦戦してますね。うちの局の夕方帯のニュース番組。柴田アナはベテランで安定感はあるけど、視聴者人気とはまた別の話だからな。2018年からみんなのニュースの後継番組として放送されていたプライムニュースでしたが、視聴率が芳しくなく、わずか1年で放送終了。そしてその後継番組としてスタートすることになったのが、加藤さんがメインキャスターを務めるライブニュースイットでした。フジテレビの夕方のニュースを私が、ねえ加藤さんも知っての通り、うちの局今ピンチでして、起死回生の策として加藤さんのお力をお借りできればなと。なるほど、そっかそっか。私が辞めてからろくな女子アナが育ってないから、富士の元看板女子アナの私の力を借りたいってことね。だとすれば少しくらいふっかけたっていいですよ。その話をお受けします。本当ですか？ありがとうございます。その代わりギャラはこのくらいで。1ヶ月100万円ですか？いやいや、加藤さんはもうフリーなんですし、もう少し多くお払いできますけど。何言ってるんですか？1日100万ですよ。え？ 1 日100万円ってことは、平日だけの出演で週500万円、1ヶ月で2000万以上ってことですか？嫌なら出演をお断りするだけですよ。今、フジテレビには私の力が必要なんでしょ？わかりました。その条件でお願いします。足元見やがって。タレントの番組出演料はダウンタウンレベルで1本100万円。加藤さんと同じく、帯番組のメインキャスターを務める極楽とんぼの加藤浩二さんで1本90万円程度。そう考えると加藤綾子さんのギャラがいかに高額かがよくわかります。でもまあ今のうちに稼いどこうって気持ちはわかるけどな。女子アナなんて仕事は所詮水物だし、年を取れば取るほど需要はなくなっていくだろうからな。そうですね。でもそれはあくまでも高額なギャラと成果が釣り合っていればの話です。それはつまり加藤には高額なギャラに見合う働きができなかったってこと？まあ平たく言えばそういうことになってしまいますね。また視聴率が 4% を切ってるな。裏番組に倍以上の差をつけられてしまってますよ。これじゃみんなのニュースの時の方がまだ良かったんじゃないですか？あの頃は出演者に局アナを使ってたから、出演料も今よりずっと抑えられてたしな。ちなみに T 局に所属するアナウンサーの平均年収は役職持ちの方も含めて約1400万円程度だと言われています。しかし加藤さんの場合はたった3週間でそれを上回る高額なギャラを支払わなければいけないわけですから、彼女を起用することがどれだけフジテレビの財政を圧迫していたかがよくわかると思います。私に一頭降りてほしい。申し訳ない。今まで君が番組のために一生懸命頑張ってくれていたのはわかってるんだけど。じゃなんで？君に支払うギャラと視聴率が見合ってないと判断したんだ。これからは「イット!」にはギャラの抑えられる局アナを使う。悪いけど君には9月いっぱいでやめてもらうよ。視聴者に向けた交番の挨拶の時には家族との時間を大切したいからとでも説明してくれ。ギャラを払えないからなんて本当のことを言っちゃ局のイメージが悪くなっちゃうからな。これでもうレギュラー番組が1本もなくなっちゃった。これじゃ世間の人たちに私がオワコンだと思われちゃう。その後加藤さんはご自身が出演するライブニュースイット内で番組の降板と無期限休養に入ることを発表します。しかし実際は彼女の高すぎるギャラと比較して思うように視聴率が取れなかったことで、加藤さんは局側から首を言い渡されたと噂されています。1週間のギャラが500万として1年に1週間は52回あるから、1都だけでも2億6000万円ですね。それに本間で他の単発番組の出演料を含めると加藤さんの年収は3億円以上になると見込まれます。3億円か。それはちょっと高すぎるよな。それに対しゴールデン番組の制作予算は1本数千万円程度、ニュース番組となるとその10分の1です。ってことは局側もこのままカトパンに高いギャラを払い続けるより、その分を制作費に回した方がいいって判断してもなんらおかしな話じゃねえよな。そんじゃさ、今カトパンは生活に困ってるってことだ。どうしてそうなるんですか？いやだって出演してた番組をほとんど降ろされて3億近い収入を失っちまったんだろ。収入のことなら何の問題もないですよ。なぜなら加藤さんの旦那さんはロピアの2代目社長ですからね。ロピアは神奈川県を中心にに展開するスーパーマーケットチェーンで、その年商はなんと2000億円。2000億円。そのルピアの現社長である高木雄介さんは、社長に就任されてからのわずか8年で当時500億円だった年商を4倍にまで激増させた超やり手です。2031年にはグループ売上高10兆円を目指して躍進中とのことですから、加藤さんはこの先も左打ち輪で生活していけるでしょうね。ほえー、10兆円、俺ら一般人には想像もできないような額だぜ。それならわざわざ人に媚びを売ってまでテレビの仕事に戻る必要もねえわな。